土地内被告の初公判の内容は、陽子さんにとって辛いものになってしまいましたと話すのは、飛鳥夫妻の知人である。7月22日、飛鳥被告と共に、覚醒剤取締法違反の罪に問われている愛人、土地内かすみ被告の初公判が行われた。検察側は、飛鳥と土地内被告が2004年頃から交際をスタートし、愛人関係が10年もの間続いていたことを明かした。これを受けて、弁護側も5月17日の逮捕当日の2人の行動について証言した。午前4時ごろ、飛鳥被告が港区内の土地内被告のマンションにやってきて、シャワーを浴びた後、朝の6時ごろまで性交渉を持ったそうですと司法記者は語る。陽子夫人にとって、夫が10年もの間、その行動を隠し、裏切り続けたという事実を突きつけられたばかりではない。法廷では、夫と愛人のベッドでの営みの様子まで事細かに説明されたが、それは、草稿の妻である陽子さんにとって、これほどの屈辱はなかったことだろう。さらに、前室の夫妻の知人は語る。陽子さんにとって、何よりもショックだったのは、飛鳥と土地内容疑者の北海道不倫旅行のことだったようです。弁護側は2泊3日で2人が札幌に旅行していたことを証言した。後半では公にされなかったが、この不倫旅行で2人が共にした部屋は札幌市の中心地に高くそびえる高層マンション。実はここは陽子さん名義のマンションだったのだ。部屋の広さは約94平米。2005年12月に購入した当時は7700万円ほどだったそうだ。音楽関係者がこう語る。飛鳥は自衛官の父親と理髪店を営む母親の間に福岡県で生まれました。しかし中学1年生の2学期から札幌のそばにある千歳市内の中学校に転校し、4年間を北海道で過ごしたのです。陽子さんは大阪の出身ですが、飛鳥と北海道を旅行した際にこの地を気に入り、千歳空港や JR 札幌駅からも近いその高層マンションを購入したのです。時々はここで夫婦二人ゆっくり過ごそうよという飛鳥の優しい言葉で、陽子さんは購入を決めた。しかしその時すでに夫は20歳近く年下の愛人との交際をスタートしていたのだ。5月の旅行では札幌のマンションで飛鳥被告と土地内被告は覚醒剤を使用しての性行為にふけっていたと思われますと捜査関係者は語る。夫婦で仲良く都会の喧騒を忘れ静かなひとときを過ごすために購入した別宅が、まさか夫の不倫の現場になるとは。飛鳥の釈放後、献身的に振る舞っていた陽子さんではあるが、その心中は揺るぎ、穏やかではないであろう。